バイオスフィア名義で活動しているゲール・イエンセンは、ノルウェートロムソ出身のアンビエントミュージシャンである。ブライアン・イーノやデペッシュモードなどに影響を受け、1983年に音楽活動を始める。その2年後、アンネリ・ドレッカー、ニルス・ヨハンセンとシンセポップユニット、ベルカントを結成し、1989年、新しいサウンドを追求するためユニットを脱退。その後、ブリープ名義で1枚のアルバムをリリースした後、1991年にバイオスフィア名義でファーストアルバムマイケロー・グラビティを発表。アンビエントテクノミュージックの先駆けとして高い評価を受け、1994年発表のセカンドアルバムパタシュニック収録のノベルティ・ウェーブスはリーバイスのキャンペーンとしても使われた。1997年発表のサブストレータはそれまでの作風から抽象的なサウンドへ変化し、各方面から90年代最高のアンビエントアルバムと評価された。2006年発表のDropsondeではジャズフュージョン要素を取り入れたりと、積極的に新しいサウンドを追求し続けている。また、ゲール・イエンセンは登山家としても精力的に活動しており、2001年には標高8201メートルの超有の登山に成功している。ありがとうございます。